胃袋ちゃん、 JR 東日本バスの旅。こんにちは。日本全部の市区町村通過中の原由香です。鉄道開業150周年記念ファイナル、 JR 東日本バスの旅。今回は3日間すべて日帰ってみました。3日目です。今回はね、自由席に乗っていきます。4回まではね指定席取れるんですけど、まあ、5回、6回は無理なので、自由席に乗っていきます。自由席あんまり乗ったことないから乗れるか不安だったんですけど、乗れそうです。はい、7時48分から9時42分までの114分乗車します。はい、でね、イギリストーストを食べます。昨日買ったやつね。はい、あとはこの緑コーヒー、これもね14円引きで買いました。これ大分のやつなんだよね。この時まだよく分かってなかったんだけど、いやでも美味しいんですよ。はい、でこれね、すごいチョコレートのスプレーがめっちゃさ乗ってるからポロポロするかと思ったら、そうでもなくてよかった。いやあれなんで落ちないんだろうね、逆に不思議だわ。いやでもめっちゃ美味しいから見つけたら食べてください。もうないのかな、期間限定かな。はい、これさ、あの2022年8月の豪雨で、あの複数の車両が被災してたんですね。津川から大和駅間の上下線で一部列車が運休となってますということです。早く復旧するといいですね。はい、田んぼビューで、はい、ここがね燕三条駅でございます。初めて降りました。この時いつもね通過するばかりで降りないからさ、いやだって隣長岡で隣新潟でしょ。いやーやっぱりね、なんか燕三条駅で降りることってやっぱり少ない気がしますね。はい、でなんかねフォークとナイフがあった、あ有名ですよねそういえば。で、あのこのキャラクター初めて見たんですけど可愛いですね。はい、では改札を出て、弥彦神社へ向かいましょう。とその前にニューデイズでですね、なんとスパイファミリーのピーナッツもなかを見つけてしまいました。買いました。いやずっとね欲しかったんだよねこれ。で、あやめポッポと笹団子も買って78円お得で、駅の中にも鳥居があったんですよ。日本一の大鳥居だって。どっかにあるのかな。あ、これ化粧室のところがお雛様みたいな、なんか看板になってた。あとここお知らせとか切符売り場とかさ、 IC のタッチのところがめっちゃコンパクトにまとまってんので、これ多分橋をイメージしてる通路だよね。いやー雰囲気出てますね。これね、いろいろね、あのご利用の皆様へっていろいろ書いてあったり、あの電車の乗り方とか書いてあるのすごく助かりますね。うん、心強い。こういうの本当にないと困るんだよね。はい、このキャラクター新潟限定なんでしょうか。さて、ここの燕三条から弥彦までは27分240円で行けます。発車よ。このさ、切符運賃入れとかあるけど、奥に IC カードピッてするところがあるんですよ。なんかいいですね。うん、ここは西燕駅でございます。あー、いいですねこういうなんかのんびりした感じ。はい、ね、よくわからんけど雲波 E129-115 っていうのを取っときました。はい、ただいま吉田、ここの駅なんですけど、めっめっちゃ難易度高いと思う。だって4つの方向に行くんだよ、無理じゃね。さてさて、ここら辺で、弥彦村に入りました。 56.2 から 56.3% になりました。はい、この小さいね弥彦村っていうところですね。見事な単線です。いやー素晴らしいね、弥彦って書いてある。でね、この先にね曲がるとこがあるんですけど、すごいこの動画がさ遠心力って感じでちょっと面白かったです。
で、この弥彦駅なんですけど、めちゃくちゃ凍ってんの、この駅舎。噛んだ。はい、これが乗ってきた電車ですね。21万って書いてある。で、これがトイレですよ、トイレに見えん。そしてなんかね、屋根の裏、天井もすごい凝ってるし、この弥彦っていう看板もね、すごいよね。この柵は何なんだよっていうぐらい凝ってるし、いやーなんかすごいね、この駅。ね、なんかもう、ほぼ神社やん、みたいな。はい、ではね、この電車とお別れして、ちょっとね、神社にお参りに行って参りましょう。出口の看板もかわいい。はい。もうなんか本当これ駅っぽくないな。歓迎って書いてあるよ。すごいね。いやーもう本当すごいわ。で、このさ、お水、手洗ったりうがいしたりするところ、弥彦駅って書いてあるの。いやーすごいわこれ。はい、これが駅です。すごい。いやマジですごいわ。こんな駅見たことないもん。さあ、弥彦神社へ向かって歩いていきましょう。いや、このすごい雰囲気あるお店じゃない？こういうのがね、結構この辺いっぱいあるんだよね。まあ、火曜、水曜、休みっていうとこ多いからあれだけど。パンダも可愛い。後であのパンダに乗せて写真撮りたい。残念ながらあのパンダのとこ通らなかったから撮れなかったんだよね、写真。このウサギも可愛い。寄ってきてー、寄ってきてーっていう名前がいいね。弥彦神社でーす。あの日本一の大鳥居ってさ、ここじゃないんだよね。うちここと勘違いしてたわ。まあ、でもすごく立派で綺麗な鳥居でございます。浮いてるのは雪による侵食を防ぐためだそうです。でね、なんか重かった石が軽く感じたら夢が叶うとか、そういう石に挑戦してみました。あ、重た。超重い。この上でね、お参りもちゃんとしてきてますから。はい、ご安心ください。で、戻ってきてね、またね、もうすごいなんかスケール感がでかい神社ですね、本当に。すごいんだよ、もう何もかもが大きい。なんかすごい大自然って感じ。もうなんか天井が高い感じするんだよね。木がね、全部すんごい高いの。ああ、ほんとこれはなかなかない立派な神社でございますわ。で、ここもね、すんごい綺麗なの。この なんかよくわからないで来ちゃったけど、めちゃくちゃ綺麗。めっちゃいい感じです。なんか水の音いいですね。あとこっち側もこんな感じで、いやーこのさ、橋もすごくいい感じですよね。ね、もう鳥居もでかいしさ、いやもうここじゃないところが日本一大きいって言われてるとこだったんだけども、これも大きいよかなり。はい、こちら弥彦神社の入り口です。イエーイ。想像のね、3、4倍でかかったです、あの広さね。で、これは遠くて見に行ってないやつなんですけど、またいつかね、見に行ってみたいですね。では、次は腹ごしらえ。弥彦の西沢商店さんに行きました。こちらでですね、おでんの盛り合わせ500円。そしてね、甘酒をいただいてまいりました。これすごい、お品書き見るとみんなリーズナブルなんだよ。んで、このね、こたつがめっちゃ暖かかった。この日はね、まだ寒かったんだよね。このしみしみのね、卵最高だよ。さあ、こんな感じでね、ぐつぐつ煮られたおでんでございます。あとね、ジェラートとかもあるんだってね。暑い時はこれたまんないでしょうね。美味しそうだった。では、駅に戻りまーす。めっちゃ住宅街なんだよね、この道。なんかね、そんな中で突然ね、雰囲気のあるお店もあったり、まあこれね、定休日だから開いてないんだけどさ。あ、そういうこともあるよね。いやでもほんと雰囲気ある建物がいきなり現れるからびっくりするんだよね、この街。はい、ここがね、有形文化財の旧鈴木家住宅っていうところでした。いきなり出てくるからびっくりした。で、あとはお蕎麦屋さんとかもあるのかな。で、ここはね、なんかね、あの
カレー豆を作ってるお店だった。カレー豆買ったんだよね。美味しいからぜひ見つけたら買って食べてみてください。なんかね、売り切れてる時も多いらしい。本当に人気らしい。でこのレトロな理容室っていうのなんか床屋さんのくるくる回るの久しぶりに見たわ。でまたさ、住宅地の突然現れる橋、この赤い橋がかかってるのマジすごいよね。ね、このなんかちょっと不思議な感じで、ここがさ、すごいこの金物店やってるっぽいんだよ。めっちゃすごい。で隣のお家なのかお店なのかわかんないけど、むちゃくちゃね雰囲気がある。ほんと不思議な町でしたわ、弥彦村。でも村って感じしないよね。もう完全にこれ村じゃないなって思いますけどね、雰囲気は。村である定義とは何なのだろう。はい、駅に戻ってきました。ね、なんかね、すごい飛行機雲がめっちゃ綺麗にね見えてたの。すごいね、こんな綺麗に見えることあんだと思って撮っちゃった。はい、ここがね駅ですよ。本当にこの入り口からさ、もう駅じゃないよ、このすごすぎるよこの駅。なんかもうすごい費用をかけて作ったんでしょうね、きっとね。待つところもめっちゃある。まあそりゃそうだよね、みんなあそこにお参りに行くんだもんね。これぐらいないと収容しきれないよね。で、まあ、こんな感じでね、いやまあ帰りましょう、帰りましょうっていうか移動しましょう。ここにずっといても多分大変なことになる。帰れなくなっちゃうでね。はい、これがこれから乗る電車です。さあオープンということで、今回はこの辺で、はい、まとめましょう。 48,142 円、お得でございました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、この旅の成果はプラス 0.1%、 現在の達成率は 56.3 でございます。まあ1個の市区町村しか行けなかったですけど、まあ、プラス 0.1 ですのでなんかちょっと進歩があったからいいかなみたいな感じですね。今回のルートはこんな感じで、前橋の方からビューンと、まあ、新潟方面に行って新幹線降りて、弥彦村に行って弥彦神社にお参りをしてきました。いやー、なんかすごい神社ってあんなに大きいなみたいな。いや一応熱田神宮とかさ、あ、いろいろ行ったことあるんだけど、なんか弥彦神社のスケール感すごいね。いやなんか人生で一番、うわでか、うわ広みたいな、そういうなんか印象を受けました。いやー、またねゆっくりいろいろ見て回りたい神社の一つですね。ということで、来週はね弥彦神社から移動していろんな市をちょいちょい回って帰るっていう回になります。それではまた来週、ストマックパトロール原由香でした。バイバーイ。